宇宙帝国残虐。宇宙帝国残虐はスーパー戦隊シリーズ第35作目、海賊戦隊ウォーカイジャーに登場した悪の帝国です。残虐は皇帝悪ドスギルを筆頭に、全宇宙の侵略を目論み、活動しています。すでに宇宙のほとんどを支配しているため、様々な場所で宇宙警察や国家間との戦争をしており、組織としてはかなり大きなものとなります。組織の構成としては、皇帝悪ドスとその息子、ワルズを筆頭に、確かな実力を持つ幹部、親衛隊、そしてさらにその部下として行動隊長、戦闘員がおります。行動隊長、戦闘員の実力としては一般人でも対抗できる程度のため、スーパー戦隊シリーズの中でもかなり弱い部類ではないかと言われていますが、残虐の強みは1個艦隊程度倒されたところで、すぐに次の部隊を準備できる兵力にあるため、まさに質より量といった組織となっています。過去に地球へと侵略の手を伸ばした際には、自身らの力を犠牲にしたレジェンド戦隊たちによって失敗に終わりましたが、今作では司令官ワルズを筆頭に残虐は地球侵略を再開。しかし、宇宙最大のお宝を求めて地球に訪れたウォーカイジャーと衝突。これにより、残虐とウォーカイジャーの長きにわたる戦いの火蓋が切って落とされたのでした。今回は、そんな残虐の幹部について、徹底的に解説していきたいと思います。真の地球、全速前進だ。特務士官、バリゾーグ。バリゾーグは残虐の特務士官で、司令官ワルズギルに付き従うサイボーグ戦士です。全体的に機械的な見た目をしており、頭部は骸骨のようなマスクで、サイボーグ戦士そのままといった姿をしています。武器は剣を使用しており、作中ではウォーカイジャー一の剣士である、ウォーカイブルーを圧倒し変身解除にまで追い込むなど、かなりの剣術の使い手であることがうかがえます。実はその正体は、ウォーカイブルーであるジョーがかつて所属していた、残虐の特殊部隊に共にいた先輩の師匠で、ジョーの剣の師匠でもありました。残虐の正体に気づいたシドはジョーを連れて脱走を図りますが、残虐の追跡に追いつかれてしまい、ジョーを逃がすために自らおとりとなって再び残虐へと戻るのでした。残虐へ連れ戻されたシドは剣の腕を買われ、ワルズの命令によって残虐の大科学者である、ザイエンの改造手術を受けてバリゾーグとなりました。バリゾーグになる際、余計な感情やシドとしての記憶は、すべて消し去られたため、現在は基本は無口で感情の起伏もありません。さらに洗脳も受けているためワルズに対してはかなり従順で、最優先事項をワルズの安全としています。第11話、真剣大騒動にて、バリゾーグはワルズを倒そうとするジョーの前に登場。戦術した通り、圧倒的な実力によって、ジョーを圧倒し変身解除にまで追い込みました。この際、バリゾーグの立ち筋がシドのものだと気づいたジョーは、ワルズにバリゾーグの正体を伝えられ戦意喪失するも、マーベラスの介入によってワルズにかすり傷を負わせることに成功。ワルズの無事を最優先事項とするバリゾーグは撤退することとしました。その呪話である第12話、極めつき派手侍、では、自身の剣を回収するために、地上に降り立つバリゾーグを待ち構えていたジョーは、バリゾーグにシドとしての記憶を呼び戻すよう問いかけ、さらにはシドの必殺技を使い、思い出させようとしますが、バリゾーグはこれを跳ね返し、シドなど知らん、と言い残して撤退していきました。第38話、夢をつかむ力、では、ワルズとウォーカイジャーの最終決戦が始まっており、バリゾーグは決着をつけるためにジョーの前へと現れました。一騎打ちとなり、シドではなくマーベラスと共に戦うと、決意したジョーによって、バリゾーグは打ち果たされました。開発技官、インサーン。インサーンは残虐の開発技官を務めており、残虐幹部での唯一の女性で、好一点となっています。科学者であることから、開発技官の肩書きを持ち、残虐の武器の開発や、怪人枠である行動隊長の改造を担当しており、強化フォーム法によって、行動隊長たちを巨大化させていることから、今作の巨大化要因となります。全身、緑を基調とした姿に、肩には毒が内蔵されたミサイルを発射する、ショルダーカタパルト、や、いつでもどこでも開発ができるように工具の形をしたネイル、メスネイル、と、メカ的な要素も盛り込まれており、バリゾーグほどではないにしろ、サイボーグのような印象を受ける見た目をしています。武器は無知のように自在に動くエネルギーを発射する、オペレーションマグナムと呼ばれる2丁の銃や、鎌のような形をした双剣と、インサーンは銃も剣もどちらも二刀流で戦っていました。先ほどの解説の通り、残虐は全世界を自身の支配下に置くことを目標としており、インサーンは自身が開発した武器を使ったことで残虐が目標を成し遂げ、相乗的に自身が全宇宙で最も偉大な科学者として名を残すことを夢にしています。作中インサーンは、司令官であるワルズに対しては皇帝の息子であることから忠臣を演じておりましたが、
心の中ではワルズのことを見下していました。また部下に対しても当たりが強く、作戦の失敗を責任転嫁したり、失敗して帰還した行動隊長を追い出したりしていました。そんなエンサーンですが、先ほども話した通り好意点であることから、作中では女性的な一面も描かれており、第14話今も交通安全ではカーレンジャーのレッドレーサーである陣内京介に一目惚れしたインサーンは部下であり窮地の中でもある行動隊長ジェラシッドに対して陣内の拉致を命令。この際公私混同がひどすぎて巨大化アイテムである強化フォーム砲を呆れたワルズが放ったり、ジェラシッドに対して作戦失敗の責任転嫁をしたりと周囲をかなり振り回していました。そんなインサーンですが、参謀長ダマラスとは互いに信頼関係が築かれており、ダマラスのことを様付けで呼ぶほど尊敬しています。第41話なくしたくないものでは、皇帝親衛隊員の2人にダマラスが拘束された際に必死に許しを乞い、その呪話である第42話宇宙最強の男ではダマラスは拘束から解放されていました。しかし第43話伝説の勇者ににてダマラスがゴーカイジャーに倒されたため、今作第1話より登場した残虐幹部最後の生き残りとなり、残虐内でも自身の立場が危ぶまれていました。アクドスにも手柄を上げるなら今のうちだぞと煽られ、残虐内で返り咲くためインサーンは自身が制作した決戦機グレートインサーンに乗り込んでゴーカイジャーと戦うも、大いなる力をすべて手に入れたゴーカイジャーにはかなわず敗れ去りました。参謀長ダマラス、ダマラスは残虐の参謀長です。宇宙最強の軍師と呼ばれるほどの冷静な頭脳と高い実力を併せ持つ、その名の通り最強の戦士で、残虐でもその名が知れ渡っています。アクドスに司令官として任命された。ワルズの補佐兼参謀長として作戦に参加するよう命じられ、能力の割にプライドだけは高いワルズをうまく扇動し、あくまで補佐として立ち回っていました。ワルズのこと殿下とは呼びますが、内心は自身の権力を振りかざすようなその幼稚な性格には辟易としており、あまり良い関係とは言えない間柄でした。しかしワルズが作戦失敗や体調不良により倒れた際には心配する素振りを見せたりと、父であるアクドスへの忠誠心もありますが、少なからずワルズに対しても忠義を尽くしていました。ダマラスは黒いボディに裏地が赤のジャケットを羽織ったような姿をしており、そのジャケットの袖にはダマランチャーというガトリングを隠し持っています。その他にダマラソードというダマラス専用の剣を持っており、ダマラソードから放たれる衝撃波は一撃でビルを粉々にすることができます。またダマラスは攻撃力だけではなく耐久面もかなり高く、ゴーカイジャーの必殺技である豪快ガレオンバスターのライジングストライクにも耐え切っています。そんなダマラスはその高い能力からアクドスからも信頼されており、ワルズの補佐として任命された際にも、お前がいれば地球を征服することなどたやすいと言われるほどでした。しかしこの一部始終を聞いてしまっていたワルズは自身のプライドから信頼を置かれているダマラスへの嫉妬心を抱き、さらにはダマラスに頼ったことで成果を上げたところで自身のメンツが丸つぶれになると考え、ダマラスの出撃を許可しませんでした。実際ダマラスが最初から全力で出撃していれば、その実力からゴーカイジャーを圧倒し地球を侵略できていたのですが、度重なるゴーカイジャーの妨害によって作戦は進まず、第37話最強の決戦機ではしびれを切らしたアクドスから決戦機グレートワルズが送られたことでワルズが暴走、今まで陰で周囲から見下されていたことに感づいていたワルズは、これまでの自身への評価を覆すために自らグレートワルズに乗り込み出撃。その際ダマラスもワルズのことを蔑視していたことで責め立てられたため、ワルズの暴走を止めることもできず、ただただワルズがゴーカイジャーに敗れていく様を見守ることしかできませんでした。これによりダマラスは自責と後悔に焼かれ、ゴーカイジャーへの敵討ちを決心しました。その後は司令官不在で残虐からも別段指示がなかったため、活動を縮小していたダマラスですが、第41話なくしたくないもので急遽ワルズの訃報を聞いたアクドスが地球へ来訪、即刻ワルズ戦士の責任を問われ、アクドスと親衛隊の雑リグダイランドーから攻め立てられる形でそのまま投獄となりました。戦術の通りインサーンによって報復のための出撃許可が折り解放が決まった瞬間、自身にかけられた手錠も閉じ込められていた檻も破壊して出撃。たったの一振りで残虐の主力船フリージョーカーの船長バスコダジョロキアを無理やり従わせゴーカイジャーと戦い、圧倒的な実力でゴーカイジャーを倒し、ゴーカイレッドであるマーベラスを誘拐、バスコには他のゴーカイジャーのとどめを任せ、誘拐したマーベラスをアクドスの元へ引き連れ、地球でマーベラスの公開処刑を行おうとしました。
その際、ゴーカイジャーの中でゴーカイグリーンだけは以前から自身の障害にはなり得ないと見下し放置していました。第43話伝説の勇者ににてマーベラスの公開処刑を執り行おうとした時に自身が放置したゴーカイグリーンこと博士が処刑場に乱入。その隙に今作のサポート枠であるオウム型ロボットのナビーがマーベラスを解放、さらには残すところあと2つとなった大いなる力の回収のため今ゴーカイジャーが倒されるのは困ると考えたバスコが裏切り、ダマラスは重傷を負ってしまいました。そして始末されるはずだったゴーカイジャー全員が合流したことで一気に形勢は逆転。ダマラスもその高い実力とタフさを見せつけますが、ゴーカイジャーの必殺技ゴーカイガレオンバスターのライジングストライクの連続発射を受け敗北しました。巨大河川でも遺憾なくその実力を発揮したダマラスはゴーカイ王と猛獣神を追い詰めますが、ゴーカイジャーが今まで手に入れたゴーカイマシンの総攻撃とゴーカイ完全スーパーバーストによって最後を迎えました。ザンギャックではダマラスが倒されたことを重く受け止め、ゴーカイジャーへの認識を変え組織の再編成を決めました。司令官ワルズギル、ワルズギルはザンギャックの地球侵略の司令官であり、ザンギャック皇帝アクドスギルの息子です。青と白を基調としたデザインで敵組織にしては神々しい姿をしており、父アクドスの黒を基調とした姿とは対照的な見た目をしています。戦術にもあった通り父の権力を盾に傲慢な態度をとっている様子が多く見られる反面、自身がピンチに陥ると途端にうろたえるという典型的な小心者タイプです。立場的には皇帝の息子のためみんな表には出さないようにしていますが、戦術の性格や行き当たりばったりな作戦の立案などのおかげで部下たちには心よく思われていない様子でした。それを裏付けるように作中でゴーカイジャーにバカ息子と呼ばれた際には誰も否定する者がいませんでした。そんなワルズにも唯一心を許せる部下がおり、それこそが先ほど解説したバリゾーグでした。またそんなバリゾーグを作った大科学者ザイエンのことも気に入っており、バリゾーグもザイエンも他の幹部たちとは違いどちらもワルズのことを蔑視していませんでした。バリゾーグに関しては洗脳状態ではありますが、ワルズに対し本当に忠実なため俺は一人だお前がいなければなとこぼすほどでした。ワルズは第1話宇宙海賊現るより登場しており、戦術の通りバカ息子っぷりを発揮しゴーカイジャーによってことごとく作戦を潰されてしまいました。第11話真剣大騒動では地球侵略が進んでいない状況を変えるため父アクドスは自身の親衛隊隊長であるデラツウェイガーを最強の刺客として地球へと送り込みました。デラツウェイガーは異常発達したゴーアンを強化するため改造手術を受け、超越ゴーアン筋肉を取り付けたことで自身の力を増強し、自身の身体を機械化することでさらに力を増強し超怪力を手に入れています。この超怪力が凄まじく、エンジンを搭載したヘビー級のカスタムソードを操り、相手のあらゆる攻撃を力のみで弾き返すことを可能としています。デラツウェイガーはその高い実力からゴーカイジャーを圧倒しますが、第10には極めつけ派手侍でゴーカイジャーと再戦した際にはゴーカイスラッシュを受け敗北、巨大化でも真剣王海王のゴーカイ侍斬りを受けるも防ぎきれずデラツウェイガーは倒されてしまいました。第30話友の魂だけでもでは、自身が人体改造を施してできたバリゾーグの様子を見に訪れたザイエンと再会したワルズはバリゾーグ量産計画を思いつき、ザイエンを行動隊長に任命しました。任命されたザイエンは地球に降り立ち、バリゾーグの素体として優秀な肉体を持つ人間を集めるためボクサーに狙いを定めるも、駆けつけたゴーカイジャーによって妨害されてしまいました。その後さまざまなアスリートをさらい機関であるギガントホースへと連れて行こうとするも、またしてもブルー以外のゴーカイジャーによって妨害を受け失敗。ザイエンは両肩からの冷凍ガスでゴーカイジャーを氷漬けにして、あっと凍ったゴーカイジャーすらも改造しようと目論みますが、ブルーの参戦によって形勢は逆転、一刀流ソウルブレードを受けザイエンは敗北してしまいました。そして巨大河川へと移りますが、共に巨大化ビームを浴びたスゴーミンと共闘するも、ゴーカイ王と豪獣神には勝てず、必殺奥義乱れ桜と豪獣神の豪獣トリプルドリルドリームを受け、ザイエンは最後を迎えました。これにはワルズも答えたようでザイエンの死を嘆いていました。第37話最強の決戦期では地球侵略が一向に進まないことにしびれを切らしたアクドスは決戦期グレートワルズを送り、ワルズが乗り込み出撃、グレートワルズの圧倒的な戦闘能力によって見事ゴーカイ王を打ち倒し、帰還後はゴーカイジャーを倒した記念祝賀会を開くワルズでしたが、第38話夢をつかむ力にて
前述の通り、バリゾーグがゴーカイジャーに倒されてしまったことを聞いたため、再度グレートワルズに乗り込んで出撃。先ほどと同じようにゴーカイ王を圧倒しますが、ゴーカイジャーの大いなる力によって発動した完全ゴーカイ王にはかなわず、グレートワルズごと爆発し最後を迎えました。皇帝、悪度すぎる。悪度すぎるはザンギャックの皇帝で、戦術のワルズギルの父親です。息子であるワルズとは対照的な黒を基調としたまがまがしい見た目をしており、武器として自身の専用の剣悪度ソードを持っています。宇宙帝国ザンギャックの支配者であることから、圧倒的なカリスマ性とたとえ部下でも失敗した者には容赦しない冷酷さを併せ持ち、陛下と呼ばれていますが、息子のワルズには甘く、作中では数回にわたって手厚いサポートをするなど、その愛情の深さがうかがえます。第37話、最強の決戦記にてダマラスの階層にて初登場を果たし、地球への1回目の進行時はレジェンド戦隊たちによって阻まれ、地球侵略は失敗に終わりましたが、レジェンド戦隊たちが力を失った今ならたやすく地球を侵略できると考え、息子のワルズを司令官補佐官としてダマラスをつかせ、第二次地球侵略を任せていたことが語られていました。しかし冒頭で話した通り、ゴーカイジャーの登場により作戦は困難を決め、自身の親衛隊長デラツエリガーを向かわせたり、決戦機グレートワルズを送ったりと、ワルズに十分すぎるほどの支援をしていましたが、先ほどの解説の通り、ワルズがゴーカイジャーに倒されたことで状況は一転。第41話、なくしたくないものにて、アクドスは息子の弔いのために地球を訪れ、地球侵略の総指揮を取ることとなりました。アクドスは皇族親衛隊員のザツリグとダイランドを引き連れて地球に訪れ、まずはワルズが倒されたことに対しての責任としてダマラスを拘束。その後ザツリグとダイランドは地球での破壊活動を開始、地球に降り立ったザツリグと買い物中にちょうど鉢合わせたアイムことゴーカイピンクたちが戦闘を開始しました。実はザツリグは過去にアイムの出身の星であるファミン油星を滅ぼし、アイムの両親である王と王女をアイムの目の前で殺害した張本人で、その因縁から我を忘れたゴーカイピンクと一緒にいたブルーシルバーが攻撃を仕掛けてきますが、ザツリグは自身の持つスイマーアイであっと、次は6人で来い、と言い、その場を後にしました。ザツリグのスイマーアイとは、胸部にある第三の目のことを言い、もともとは周囲の大気やイオンなどの様々なエネルギーを感知できる能力を持っていましたが、改造手術を行ったことで感知だけでなく、強く干渉することができるようになり、魔法のような攻撃が可能となりました。その後の6人集まったゴーカイジャーとの戦いでも、スイマーアイの能力で圧倒していきました。しかし強力な能力を宿しているスイマーアイですが、同時にスイマーアイこそが弱点であることがゴーカイジャーに暴かれ、6人の連携を前にスイマーアイを破壊されてしまいました。スイマーアイを破壊されたザツリグはそのままなすすべなくゴーカイジャーによって倒されました。巨大河川でも完全ゴーカイ王のゴーカイ完全バーストを受け爆散しました。これによりザツリグが倒され、その後に戦術の解説の通りダマラスも倒されたことで、事態を重く見たアクドスはゴーカイジャーの認識を改め、地球侵略のために全宇宙からレジェンド対戦時よりもはるかに多い数の大艦隊を呼び再編成を行い、第49話宇宙最大の宝にて呼び寄せた大艦隊が集結しました。そして迎えた最終話さよなら宇宙海賊にて、アクドスは圧倒的物量によってゴーカイガレオンとゴー獣神の撃墜に成功しますが、死略戦フリージョーカーを乗っ取って機関に乗り込んできたゴーカイレッドとシルバーに直接対決を挑まれました。アクドスの高い実力によって2人を圧倒しますが、隙をついたゴーカイレッドが機関の操縦席を奪い、呼び寄せた大艦隊を全滅させられてしまいました。地上では親衛隊員としてザツリグと共に地球に訪れたダイランドーが他の4人のゴーカイジャーと戦闘を繰り広げていました。ダイランドーもザツリグのように改造手術によって能力を強化させており、ちょいちょい極太筋肉によって筋肉を瞬間的に膨張させて戦う典型的なパワースタイルで、瞬間最大重量 3.5 トンに膨張する大土ジャイアントハンマーを必殺技としています。その他にもカニ爪や両肩からビームを放つこともできます。そんなダイランドーですが、戦術の大艦隊の全滅に気を取られた隙にレジェンド戦士たちの攻撃と豪快ブルーチャージのライジングストライクを受け倒されてしまいました。機関も破壊され、配下も倒され、後がなくなったアクドスは地上に降り立ち、6人揃ったゴーカイジャーと最終決戦となりましたが、34のレジェンド戦隊たちの力を行使するゴーカイジャーに手も足も出ず、最後はスペシャルチャージのゴーカイガレオンバスターライジングストライクをゼロ距離で受け爆散。これにより
豪カイジャーとザンギャックの長きにわたる戦いに幕を下ろしました。その後ザンギャックはアクドスのワンマン体制であったため、アクドスが亡くなった後は内戦や分裂が発生し破滅の一途をたどっていき、帝国としての歴史にも幕が下ろされました。余談ですが、先ほどの解説にも登場した宇宙帝国ザンギャックの主力船フリージョーカーの船長バスコは、実はもともと赤き海賊団として赤レッドと現在のゴーカイレッドであるマーベラスと共に大いなる力であるレンジャーキーを集める旅をしていました。しかし赤レッドのレンジャーキーを集めていた理由が、宇宙最大のお宝のためではなく地球を守るためであったことを知った際に、バスコは騙されたと感じ、赤き海賊団を裏切りザンギャック側につきました。その後もレンジャーキー回収のためゴーカイジャーをたびたび刺激しつつも泳がせ、自身の目的である宇宙最大のお宝の獲得のために暗躍していました。戦闘能力に関しても高く、作中の敵キャラの中でも上位に入るほどの実力者です。赤き海賊団の頃から人間の姿で行動していましたが、実はアカレットも恐れたとされる怪人体を持っており、怪人体となるとゴーカイジャーの必殺技ファイナルウェーブを片手で軽く受け止めて跳ね返したり、ゴーカイジャーから攻撃を受けても無傷でいたりと、まさに化け物といった様子でした。最後は因縁の相手であるマーベラスとの一騎打ちで倒れるのですが、バスコを演じた細貝圭さんは、作中のバスコの行動によって子供たちに恐れられており、イベントなどで姿を見せると泣かれることも多く、自身の老いからもしばらくの間家への立ち入りを禁じられるほどでした。細貝さんは共演した演者の方々との集合写真やゴーカイジャーのおもちゃなどで老いとの関係修復を図っており、マーベラスを演じた小沢亮太さんからも心配されている様子でした。さらにはバスコがゴーピンクである辰巳祭りを生身の状態で蹴り飛ばす第23話、人の命は地球の未来放送時には放送倫理番組向上機構である BPO に注意されてしまいました。また第47話裏切りの果てにて、相棒であるサリーを捨てゴマニゴーカイレッドを生死不明に追い込んだシーンが放送された日に、ちょうど都内で写真集発売のイベントを行っている細貝圭さんを見かけた子供たちが泣き叫ぶというかなりの嫌われようで、本人も毎回子供たちから石を投げつけられる思いでバスコを演じていたと覚悟を持って演じていたことを語るも、さすがにここまで嫌われるとは思わなかった特徴交じりに話していました。ということで今回の動画は以上となります。チャンネル登録するかはお任せしますが、もう一本別の動画を見ていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。